さて、今まではバリューの値をどのようにキャンバスで表示できるかを見てきました。前回も触れましたが、現在地が変化した時には表示されている数字がハイライトされ視覚的に確認できます。また他にも異なるデータの表示方法があります。こちらのクラッキングプロセスを見てみましょう。ここでもう一つ別のヒーターを見てみます。こちらを見てみましょう。そしてこのヒーターの燃料ガスの負荷を見てみましょう。こちらのナビゲーションバーで私が今見ているヒーターがどのヒーターなのか分かるようになっています。この燃料ガスのフローを水平ゲージで表示したいと思います。そしてこのゲージでは単なる数値だけではなく、値のレンジおよび現在地を見ることができ、また色付きの線も表示されています。これは今見ている時間範囲、つまり直近1時間のこのデータの最小値と最大値を黄色の線で、平均値をオレンジの線で表示しています。またこのアイテムでもトレンドのプレビュー機能を使用して値のトレンドを見ることができます。またこれを異なる表示形式に変えることもできます。水平ゲージではなく垂直のゲージとして表示したい場合は、この Change this value to a different symbol のボタンを選択すれば、トレンドにも、テーブルにも、バリューにも、またはゲージの一つにも変更することができます。今回は垂直のゲージを選択してみます。このオブジェクトでも最大値と最小値、現在値を参照することができます。ラインからも最大値と最小値、平均値がわかります。最後にもう一つのゲージである円形ゲージをご紹介します。この円形ゲージでも最小値、最大値、平均値、そして現在値が表示されます。現在地はこの右上にも表示されています。そしてこのツールチップでアイテムの完全な名前、現在地、平均値、最小値、最大値およびタイムスタンプが表示されます。以上で、PyCore サイトで利用できる様々なゲージのご紹介を終わります。